タツノ宇宙から1965年は、日本の実業家。株式会社、タツノの前身、タツノ製作所を1911年に創業した。長野県上見の地群、芋川村に生まれる。小学生の頃から非常に優秀で、先生がいない日は変わって生徒に教えたという。右中は農業を継ぐのが嫌で、工業高校に進もうとしたが、両親の許しが出ず。 15歳の時に上京し、東京市芝区の鉄工所に勤務する。鉄工所の工員として働く傍ら、夜は蔵前にあった東京高等工業学校や学部で2年間勉学に励む。上行事、雪の記者第1円60銭と小銭20銭を持っていただけの彼の若き日の生活は、酒、タバコの嗜好品はやらず、服や履物は、 仲間からもらったものを選択して使い、無駄なことは省き生活していた。鉄工所に勤務していたが、その鉄工所は人員整理にあい、右中は自らその犠牲を買って出た。職を離れてから友人との話の中である料理屋の物置が空いていることを思い出し、それを当時の時価の34倍の150円で買い上げ、資本金1400円、職人4.5人を雇い。 ガスメーターの部品製作所の看板を上げる。これが、辰野製作所の創業で、1911年のことで、あった。1919年ガソリン計量機器などの特許を取得し、製作を開始。1928年には株式会社に、開組する。1921年には37歳で、東京府会議員となる。1932年には、 芝浦に新社屋を建て移転。太平洋戦争中も戦災を被らずに復興した。ありがとうございます。